こちらの店舗ではあのようにウィーカーズと社名の入った看板が新しく設置されました。新たに設置された看板は水色の下地に白色でウィーカーズと書かれていて明るい印象となっています。ウィーカーズはビッグモーターの中古車販売事業を引き継ぎ今年5月に発足しました。過去との決別を掲げて改革を進め、秋ごろには組織風土に関する会社の方針を発表するとしています。看板の掛け替えは今年中に全国におよそ250あるすべての店舗で行われるということです。